はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道稚内市にあります稚内のローカルグルメチャーメンが人気のレストランについてです。皆さん、チャーメン知っていますか？チャーメンは日本最北端にあります北海道稚内市のローカルグルメです。軽く炒めた中華麺の上にあんをかけたあんかけ焼きそばに近い料理です。今回紹介しますお店のチャーメンは、豚骨や鶏ガロを煮込んだラーメンのスープのあんを使った醤油チャーメンを食べることができるんです。そんな北海道稚内市にあります人気レストラン大王本店を紹介したいと思います。 4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回は日本最北端の駅であります JR 稚内駅から動画をスタートしたいと思います。以前の動画でも紹介しましたが、北海道稚内市は札幌市内から約328キロ、旭川市内から約250キロの場所にあります。そして日本最北端の宗谷岬からサハリン最南端のクリリオン岬まではたった43キロしか離れてないんです。また日本最北端の宗谷岬にはぜひ一度車やバイクで行かれてほしいと思います。以前紹介しました車や源氏のタコしゃぶ、とても美味しいのでこちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今回紹介します大王本店は JR 稚内から約 0.3 キロの場所にあります。営業時間は11時半から14時半、並びに17時から20時です。定休日は水曜日です。お店の中の様子です。座敷とカウンター席がありました。新聞やコミックが置いてありました。このお店には不要になったメガネの回収ボックスが設置されていまして、収集されたメガネは発展途上国で必要とされている人々に役立てられているそうです。2012年に公開されました、稚内や利尻島、礼文島などでロケをしていました北のカナリアたちの撮影をしていました木村大作さんのサインもありました。ビビというお店はこちらのお店の系列店だそうです。夕食にこのお店のチャーメンを食べて、夜こちらのお店で楽しく飲んでほしいですね。おじさんも今度行ってみたいと思います。小学生から高校生はライスやジュース以外50円割引になるそうです。学生さんには嬉しいサービスですね。私みたいなおじさんにもサービスがあったら嬉しいでしょうけどね。おじさんのサービスはありません。これからメニューを紹介していきます。こちらのお店にはいろいろなメニューがありましたが、稚内のローカルグルメのチャーメンもありました。今回私は黄色の枠で囲んでおります醤油チャーメン950円を注文しています。チャーメン以外の人気メニューは関東麺や餃子だそうです。ラーメンのメニューではラーメンは普通サイズから2人前の量でありますジャンボサイズもありました。個人的には黄色の枠で囲んでおります味噌ラーメン普通サイズ800円を食べてみたいと思いました。私が今回注文しました醤油チャーメン950円です。具は人参、ピーマン、もやし、玉ねぎ、白菜、たけのこ、しいたけ、豚肉、イカで、あんは甘めの醤油味で味が濃く、これらの具とマッチしていました。麺はカリカリでしたが、あんかけ焼きそばよりは柔らかい麺だと思いました。酢をかけると味変してさっぱり食べれました。この醤油チャーメンは癖になる味で本当に美味しかったです。チャーハンや餃子はテイクアウトできるそうです。支払いですがクレジットカードは使うことができません。現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道稚内市にあります人気レストラン大王本店は、稚内のローカルグルメチャーメンを食べることができるお店です。北海道稚内市の美味しいチャーメンが食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャーメン食ってビビ行くかな。